イギリス政府 TPP 参加を申請。本日、イギリス政府が TPP への参加を明日正式に行うと発表しました。イギリスのトラス国際貿易大臣が西村大臣とニュージーランドのオコナ貿易振興復興大臣とオンライン会談を行い参加を申請する予定です。 この TPP、経済協定だけではなく、中国包囲網という側面もあり、イギリスが加盟いたしますと、さらに加盟国が増えてくるんじゃないかと思われます。また、アメリカでバイデン政権が誕生したことによって、この TPP にアメリカが参加する可能性も出てきておりますが、 この TPP、一応太平洋の経済協定となっておりますけれども、まあ、太平洋と言われますと、イギリスは関係ないんじゃないかと、皆様、思われると思うんですが、この太平洋にはイギリスの領土がございますので、加盟できます。また、同じ理屈で言えば、フランスも太平洋に領土がございますので、 まあ例えば今後フランスも加盟した場合、イギリスと EU との関係が間接的に良くなるという効果も期待できますので、日本政府にはこの TPP にアメリカやフランスなどより多くの国々が参加できるように外交を行っていただき、 ぜひとも TPP によって経済も安全保障もさらに強化できるように徹底的な外交を展開していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。